おそらくエレンはジークに操られていると我々は見ている。他ならぬ君たちだから話したが、くれぐれも内密に頼む。エレンが、そんな。エレンはどうなりますか？それは、うん、何でもない。置き場に困ったものを先ほど新兵に運ばせたのだ。しかし相当、エレンが黙秘するのでしたら、なおのこと僕たち二人がお役に立つのではないでしょうか。確実にエレンから真意を聞き出せるとは申しませんが、試して損はないはずです。事態はより慎重を期す。話は以上だ。なぜアルミンの言う通り損はないはずなのに、どうしてダメなの？考えられるとしたら、平成剣はすでにエレンを見限っているのかもしれない。失礼します。もしそうだとしたら、始祖の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよミカサ。大丈夫、バレないようにできる。今兵器違反を犯しちゃまずいよ。状況がこうなった以上、兵団の方針をいち早く知る必要がある。何があっても私はエレンを。Let me add a little bit of spice to that. イエイ。相当の部屋が。相当は